はい、前原政調会長がワシントンでの講演の中で、はい、あの武器使用の緩和ですとか、はい、武器輸出3分子の緩和について言及したんですけれども、はい、続けてもお願いします。まあ、どういう趣旨でおっしゃったのか必ずしも判然としません。前原氏の個人的な見解なのか、党としての見解なのか、定かではありません。課題があるという認識を示したというのであれば、それは一つの見方を示したということになるんだろうと思います。しかし、それがこれまでの政府の取ってきたルールとは違う面があるとすれば、それはまず民主党でよく議論して、党としてそういう政策変更をするのかどうかということを検討していただきたいと。こう思います。その上で発言してます。そうですね、はい、各社どうぞ。金融資産年続に対して公明党の賛成というのは見直しについてどう。まあ、これまで武器輸出三原則は定着した我が国の政策として国際社会に認知をされ、そして国内でも運用されてまいりました。この大きな目的は我が国から輸出したものが武器として使用されて紛争を助長したり拡大したりさせないということに主な意義がありました。ですからそういったものを回避した上で限定的に解除する必要があるという場合には、その個別のルールを作ってこの三原則の維持を継続してしてきたわけです。ですからここに例外を作るということであれば、そこはこの果たしてきた原則、これまでのルールが国際社会にどのような効果を持ち、どのような見られ方をするかということをよくよく慎重に判断した上で、結論を出していくべきだと思います。その点では単なる技術の流出を防ぐという観点だけではなくて、やはり紛争を助長拡大しないという本来の武器輸出三原則の趣旨、ここをどう捉えるか、そして定着した国際的な日本に対するイメージ、これをどう国民としてこれから生かすのか変えるのか、ここの議論はまだまだ全く不十分だと思います。今後その国会の論戦なんかで取り上げていくと、そういうつもりはありますでしょうか。まあ、これは政府のルールはこれまで確立されているわけですから、むしろそれを政府として変えようとするのか、あるいは民主党として変えようとするのか、まあ、そこがまだはっきりしない以上、もうあえて取り上げる必要は取り立ててですね、取り上げる必要は必ずしもないと思います。もっと落ち着いた議論が必要だろうと思います。野田政権発足後、はい、その閣僚ですとか党の幹部から、はい、その閣内や党内で意識統一されていないことについて、はい、公の場で発信が行われるということが相次いでますけれども、はい、こういった状況についてはどういうふうに。まあ、ここはいわゆる民主党のこれまでの体質というところで指摘されてきたことでありますから、まあ、個人の見解なのか政党の見解なのかはっきりしないと、また政府としての政策変更なのかはっきりしないまま発信されてしまうと、これは混乱と誤解を与えるもとでありますから、こういうことを続けていくのであれば、これはこの先非常に危うさが出てくるというふうに思いますね。よろしいですか。はい。